では俺知ってるよ、あの弟俺やん。ああひろき、うん、うん、弟とも出かってるんですけど、はい、いいいいよ全然話していいよ。もうめっちゃツンデレなので、だって弟ですよ、うん、タカがひろきに、うん、弟に、うん、とんでもなくツンデレなの。この前俺マジ焦ったのがいやいや結構なんだろう、兄弟なんだけど主従関係じゃないけど、なんか弟は高弘のことすごいもう崇拝してるの、うん、なんかもうね、うん、兄ちゃんみたいな、もう超絶対尊敬してて、うん、だからそうそう敬語なの弟がお兄ちゃんに敬語なの。めっちゃ今ちっちゃい声で確認してるけどね拾ってるからね全部その、はいはい、そうまずここでびっくりして、でもまあそびっくりしたんだけど、である日ひろきが誕生日だったの。おで、高弘それを覚えてなくて、うん、今日ひろき誕生日だねってなった時に、うん、あ、そうじゃんってなって、タカがひろきに電話して、うん、あ、もしもしってひろき出て、で、タカが急にお前今日誕生日だったんだろ、言えよとかわけわかんないことを言って、うん、で、ひろきがいや、全然なんかなんて言ったらいいかわかんなくてとか言って、うん、そういうのは言えよって普通に言えばいいんだよとか言って、あ、すいませんってなって、で、その切る時にじゃあ明日プレゼント買ってくかなって切ったの俺しびれたよ本当相当しびれた。あ、そう、そう、もうちょっと不思議な兄弟だからね、うちちょっと家族関係は複雑だからね、まあ、ちょっといろいろあるから、まあ、あれだけどね、まあ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 、そういう一面はちょっと、ね、弟にだけ出しちゃう、じゃあ明日プレゼント買ってなんか買えば、うん、でもそれも別になんか狙って言ってるとかじゃないでしょ、普通に、普通にそう、すごいかっこいい俺もまだそういう数、その高の数で見てるわけじゃない。もういいから。